1965年の南海ホークスでは、1965年の南海ホークスの動向をまとめる。この年の南海ホークスは、鶴岡和人監督の20年目のシーズンであり、2年連続10度目のリーグ優勝に輝いたシーズンである。前年日本一を達成した南海はこの年は、今までにない絶好調で、なんと、開幕わずか3ヶ月後の7月6日に、 マジックナンバー62が点灯した。7月12日時点で53勝を9敗、勝率8割5分五輪とし、2位の投影に23ゲーム差をつけていた。開幕からこれまでの間、関東は2試合だけで投手の分業性が確立されていない当時としては、鶴岡監督の系統策が際立つ結果となった。しかしその後は低迷。 結局前半の超絶好調がものを言って優勝したもののあまりの超絶好調に観客動員数が低下。この年、主砲、野村克也が三冠王を達成。三冠王は1938年秋の巨人の中島春康以来27年ぶりで長期シーズンでは初となった。投手陣はエース杉浦忠が救援に回ったものの 前年26勝のジョース・タンカやミナカワ・ムツオが、ローテーションを守り、チームの防御率は2.80で、リーグ1位となった。打撃陣も、野村、広瀬よしのり、ケント・ハドリなどが打ちまくって、本塁打数は153本と、リーグ1位。シーズンオフ、日本シリーズで巨人に負けた、鶴岡和人が1946年以来務めた、監督を優待。 影山和夫ヘッドコーチが新監督に。だが、影山新監督は4日で旧姓、鶴岡監督が復帰となった。ありがとうございます。